聞いたところによると台湾の結婚式は西宴と番長、うんうん、でこう2種類分かれてるんですよね、はい、2つとも経験されたことはありますか？ ありますよ、はい、私は番長はないんですよ。なんかその VTR があるんですか？ほう、じゃあちょっと VTR 見てみたいと思います。皆さんニハオ、河村和樹です。今日は台湾の伝統的な文化、番長を体験しに来ました。じゃん。こちらは、結婚式の準備を今しています。まだ朝の8時です。こんな時間からやるんですね。今日は庶民的な感じですよね。番長というとあのテント、あの虹色のテント、すごい、一応雨が降っても大丈夫なようにゾンポキアチアタオ。何してんだ、今日一人足りないから早く来い。早くここで鳥を洗ってくれ。これ何のドラマですか？もう間に合わなくて。うわ気持ち悪い、こんなん初めて触ったもん。うわ見てこれ、生きてる猿だし気持ち悪い。なんか中もいっぱいあるしさ、初めて触りました、気持ち悪い。おいそれ以上騒ぐな、もっと早くして、はい、料理長が鳥にいるから。はい、さあ手伝って持っていくの。いやすごいリアル、すごい経験としてある。こうやって。ちょっと待った、この鳥を見てみろ。鍋に入れたら水が出てくるだろう。さっき教えたことだよ。これは OK だ。そして下に入れるんだ。はい離して。はい、ここは皿洗いだ。おばさんが洗ったものを確認して綺麗ならばここに並べていくんだ。これはズイカーの基本だよ、アシストだよ。ズイカー足手まといになってる、もう鉄の。ズイカーって何？皿洗いや食材洗ったり。少し真面目にやりな。まあ外だからしょうがないしね。ちっとも真面目じゃないね。オッケー。やっぱりああいうところで全部調理とか洗い物もするから。あ最初から最後まで。ママシ。まだまだたくさんあるよ、ゆっくり洗いな。まだこんなにもあるんだって、これもこれもそれも。終わらないよこんなの、一人じゃ。面白いですね。しかしまだまだ川村のことを待ち構えるアシスタントの仕事の数々。ここは今日食事をする場所。この番像は室内の時もあれば屋外でもある。これは台湾の特色だな。今ちょうどテーブルを並べてるから、お前あっちで手伝ってこい。俺は別の仕事に行ってくるから。うわーぼーっとしないで、早く手伝ってこっち来て早く。ここに置いて。そうそう、そこを持って引っ張る。はい、これ俺一人じゃ持ち上がんないけど。そういえば誰、家族みんなで結構それは。そもそもだって誰がいるか分かんないところに道の人が来てるのね。そう本当に家族みんなで来たりするから。あの料理長、ちょっと今日番組から一つ任務をもらってきました。台湾ですごい有名な料理長と聞いたので、料理長に聞いたら間違いないと思ったんで聞きに来ました。この台湾ですごく有名なことわざ、これの意味を知りたかったです。ゾンポキアジアダオ、これの意味ってどういう意味ですか？台湾の結婚式はだいたい昼ご飯を食べるから、たくさんのことを急いでやらなくちゃいけない。相手する時間が朝から今までやってもまだ終わらない。お客さんは昼12時に来て食事をする。分かったか？だからもう少し早く動いて。もう邪魔になってる。え？料理長、なんでこれ切り替えるんですか？なぜ君に教えなきゃならない？聞く姿勢はいいんですけどね。皆さん、なんでこれ切り替えると思いますか？当ててみてください。これ一緒の あれですもんね、なんていうんですか、穴の大きさ。ああああ、だから大きいと粗いと細かいではないですもんね。2回もですか？これ何ですか？混ぜるためのものとお皿に盛るためのものか。あ、どうなんでしょうね。 ね料理長、わかんないで教えてもらえませんか？お願いします。
これを下に持ってくると、これが鍋の底につかずに済む。そうすることで焦げないんだ。これは中に物が詰まってる状態だから爆発しないが、これは短く中に空気が入り、爆発して危ないんだよ。空気があると膨張し、大きな音とともに油も跳ねるんだ。だからこれを使ってすくう。これを使って下まで刺せば、こういった感じで、こうすればあとは気にしなくていい。意味わかったか？わかりました。ぐちぐち言ってないで早く仕事しに行け。はい、料理長。料理長がやることで一番大事なことって何なんですか？調理師にとって大切なことは切ること。包丁を持って、持ったら連れて行ってやる。は、なんで俺がやんなきゃないんだよ。ちょっと切り方を教えてあげるから切ってみなさい。教えてもらえることは光栄なことなんだよ。ありがとうございます。教えてくれるそうです。重いし、はい、セアンツ合ってますか？違う違う、やっぱり俺がやるよ。こうだ、見てみろ。おすごい。わすげー、こっち見てもしゃれできる。すげー、やめや、めっちゃ綺麗。うわ、こんな薄いのにこれ全部同じ大きさになってる。すげー。うわ、もうこんなに切ったんですか？これは遅い方だよ。すごい。本当。じゃあどれぐらいの速さで切れるんですか？なら切ってみせてもいいぞ。時間を測ってみろ。はい、それでは今から測ってみたいと思います。よーい、スタート。料理長何秒でキュウリを切り終えれるか。こんな危ないことさせちゃっていいんですか？しかもあの薄さで。でしょ、ですよね。ですね、あの薄さで切る。どれ何分？でもあれすごく早くなかった？1本ってね、キュウリ10秒ぐらい。10秒。15。重量いないわさすがに。とりあえず1本。確かにあんなに薄いとこ、動作がやっぱありますね。数いっぱいやんなきゃいけないですからね。じゃあ答えは VTR のアウトの方、ご覧ください。はい、やー、しかもめっちゃ綺麗。全部均等だしね。プロにお願いしてるから。ストップ。皆さん16秒、当たりましたか？いや本当にすごいです。薄いし早い。シェフ今日はどうもありがとうございました。16秒。16秒。まあまあでもね、あの薄さですからね。早い。私だったらこう1、2、指が入ったらどうしようとかね。やってると大変。早い。さすがプロですね。やっぱ盤上も、すごい。もう限られた時間内で大人数のものを用意して、何十本も切るんでしょきっと。集中力もね、いますよね。暑い日かもしれないし、そう寒い日かもしれないので。そう、暑い寒いありますよね、外だし。ですよね。いや料理長本当すごいですよね。で今日はなんと、はい、料理長が盤上で食べるお料理をご用意してくださいました。やったー、シェシェ。おー、綺麗。おー、すごい。いや、ちょっと写真撮っていいですか？私も撮って、これ初めて見た、初めて見た。素敵素敵。これ撮らないと。あ、すいません。1枚だけ、ね、すごい。いやいや、収録中ですよ。写真ばかり撮っていないで早く食レポしてくださいよ。でも料理長ありがとうございます。本当に美味しそうだな。料理長ありがとうございます。からすみ、イカ、そしてこれは何ですかって言いながら食べていいですか？クラゲじゃないですか？クラゲ、本当だ。こちらルンパンといって、盤上では一番初めに、あの海外菜ですね、初めに出る食べ物になります。前菜ですね。あ、そうです、前菜でございます。あとはこれは何ですか？これはカラスミ。カラスミと、こちらこのやつ、これはなんか貝ですね。貝ですね。ぜひぜひお好きなやつから食べてください。じゃあ鳳凰で。あ、どうぞ。このままご遠慮なく。豪華ですね、華やかで。
やっぱ新鮮ですね。みんな食べてるものが違うのに感想がこう一緒一緒だっていう本当ですね。どれも新鮮、どれも新鮮、どれも新鮮、どれも美味しい、どれもコリコリしてる。このからすみすごい美味しいです。なんかからすみ美味しいです。柔らかい、塩加減っていうんですか、すごいちょうどいいですね。硬さもちょうどいいし、コリコリしてて、あ、イカも美味しい。